サザナミの国は、勝山海由里の長編ファンタジー小説。第23回日本ファンタジーノベル、大賞受賞作品。古代中国を舞台にして、一人の少年が辿った、運命を淡々とした筆致で描いた小説。日本ファンタジーノベル大賞の選票においては、人物描写についての批判が多く、物語に入り込めないという意見も多かった。最終的には、 今後の作者の空想力に期待するということで意見が一致し、対象受賞へと至った。名もない湖のほとりにある村は、滅びの危機に瀕していた。少年さざなみは、おじの助言に従い、父の家を頼って、旅に出る。たどり着いた父の家に引き取られ、村の湖を再生させる方法を探しながら、いいなずけの氷や大合い,いわといった人々と知り合う。やがてさざなみは、 アスマ城で働くことになるが、そこで旅の途中に出会った王女柑橘との再会を果たす。柑橘は異民族の国である豪国の王子との縁談が決まったが、婚礼が迫った頃、死の病に侵されてしまう。柑橘の主人は、青い舌の民の生き肝が万病に効くという話を思い出し、国中を探させるが、実は、サザナミは青い下の民のただ一人の生き残りだった。 事情を知ったサザナミは国のために死ぬことを選び、柑橘の婚礼は無事に取り行われた。サザナミの死後、クワオリはかつてサザナミと旅をした際と共に湖の村を訪れるが、住む人がいなくなった地には朽ちた家屋だけが残され、湖は枯れていた。ありがとうございます。